先日行われたある収録。ある程度枠をっていうと女子優遇だとか女尊男卑だとかっていう議論になっちゃいがちじゃないですか。それ海外ではどういうふうにその受け入れられてるんですか。ジェンダー平等に関する議論に参加する伊藤あかりさん。 Z 世代の女性向けメディア鏡よ鏡の編集長です。鏡よ鏡最大の特徴というのが、18から29歳の女性が、自分の体験をエッセイにして1500字から2000字程度にこう書いてもらうっていう、なんかやっぱコミュニティなんですよね。私はこう思いましたっていうのに、こうして実は私もって言ってこうたくさんこうエッセイが届いてるっていう状態。そう、自分の体験や考えを自由な形式で書くエッセイ。そんなエッセイの力を使って実現したいことこそ鏡よ鏡のコンセプト。私は変わらない、社会を変える。サイトの立ち上げの時ですね、 Me Too とか Who Too とかそういうのがすごい勢いでこうムーブメントを起こしてた時で、私の声で社会が変わるんだ、多分この世代の子たちバチッて思ったんですね。そんな社会を変えてきましょうよ、私は変わりませんよみたいなエッセイがたくさん届いて、さらに取り組みの一環として若い女性の人権や差別解決を社会に訴える明日の国際ガールズデーに向けた企画を実施。テーマは10年後の女の子のために。10年あったら何ができるかなっていうのをみんなにちょっと考えてもらいたいなって思ったんですよ。10年あれば今のモヤモヤの中の一つ二つは根本的に変えられたりするんじゃないかなっていう。一方で今は SNS など短文のコミュニケーションが主流に、文章や発言が切り抜かれ分断が起こることも日常茶飯事。そんな時代にエッセイで言葉で社会を変えることは可能なのでしょうか。言葉を操るプロフェッショナルたちと共に考えます。ではゲストをご紹介いたします。 Z 世代の女性向けメディアですね、鏡よ鏡の編集長でいらっしゃいます伊藤あかりさんです。伊藤さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、ということで先ほどもねちらっと出ましたが、まあエッセイという形をまあ取ってらっしゃるということですけども、そもそもこの立ち上げたきっかけというのはどういうことだったんでしょうか。はい、私朝日新聞の記者なんですけど、朝日新聞で記者をやってた時に、なんかこういうの欲しいから取ってきてみたいな感じで、それこそ若い、じゃあ若い子に何人くらいとか、なんか女にこのくらいとかって言われて振ってきて、あれどう思いましたかって言って聞いてくるんですけど、こうやってなんですか、マイクを突きつけられたから答える言葉と本当に思ってることって多分違うんじゃないかなっていうのすごいあったんですよ。っていうのも新聞記者って私を主語に記事書かせてもらえないんですよね。年に1回の年末回顧、記者の中、振り返りみたいのでしか書かせてもらえなくて、でも私だから私まで書けるからこそ伝えられることってあるよなって、それ特に若い女の子はそういう機会がないので、なんか実際何考えてるのか聞いてみたいなっていうところからスタート。自分で好きに書いてもらうっていうね、場を作ったってことですね。さあ、その上でですけれども、まず女性だと、それから18歳から29歳までだと、こういうふうにもう狭い形にしたのはどうしてなのかっていうのか。そうですね、それこそもう本当に私が朝日新聞の新規事業コンテストに出したってことで、私がその子たちに聞きたかったっていうところですね。なるほど。でこれ結構厳密でしてね、29歳まで書いてるんですけども、はい、30歳になったら卒業生ですと。卒業生で、まあ、基本書けないと思っていいんですかね。そうです。たまにこう年齢制限を外して、全ての女性に書いてくださいっていうことあるんです、はい、基本的には18から29歳で、30歳になったら卒業ってことで、みんな最後卒業文集じゃないですけど、なんかコメント書くみたいな、ね、そこにはどんなこだわりがあるわけですか。それこそもう元々いたのにもう書けなくなるみたいなことも含めると、どう考えますか。そこにお姉様たちが入ってくることで話しづらいっていう子たちもなくはないので、そうなんだ。その
大体年齢がこのくらいだ、私と同じことを考えている子たちのいるコミュニティだから書けるみたいな子たちが少なからずいるので、そういう子たちのためにちょっと年齢制限しているね。ですからローンチから、ね、5年ということになりますけども、5000人およそね、およそ2万本のエッセイが、まあ、投稿されているということで、まあ、こうやって書いてくれる人がいないと、ね、盛り上がらない中、これほどの、まあ、エッセイが集まってきているよということですね。さあ、そんな中コンセプトがですね、私は変わらない、社会を変えると。これどんな思いが込められているんでしょうか。そうなんですよ、これすみません、さっきから私が立ち上げたでって言ってたんですけど、うん、まあ、そうなんですけど、立ち上げた時実は全然違うコンセプトをつけていってて、うん、あ、そうですか、コンセプト変わったの。そうで、ある時この私が想定してたのは、なんか例えばコンプレックスをアドバンテージにしようみたいなことからスタートして、うん、なんかブスで辛いでも頑張るもんみたいなのが来ると思ってたら、うん、いや、そもそも美人とかブスとかで判断する世の中がおかしくないですか、私は変わりませんよ、社会を変えるんですよっていうようなエッセイが本当にたくさん来たんですよ。で、あれ、私多分コンセプト間違ってたと思って、それでなので、投稿者の方が今のコンセプトを作ってくれた。なるほど、投稿者の方に寄せたと。そうです、そうです、引っ張ってくれた。どう思いますか、白坂さん、このコンセプト。あ、コンセプト、うん、私は変わらないで社会を変えるってことですよね。はすごくいいと思うし、私自身もその結構、まあ、学校が政治的な活動があまりなんかできないっていうふうに抑圧された背景があったので、その社会を変えようと思って、私がやった手段はSNS だったんですね、ツイッターで、まあ、それで拡散力があって結果的に結構成功したっていう感じだったんですけれども、まあ、なんかその拡散力的な意味では、その変えるっていう点でやっぱりこう世論に訴えかけないといけないと思ってるんですけど、その拡散力っていう意味ではちょっと SNS より劣るのかなっていうふうに思って、なんかそこら辺はどういうふうにお考えですか。あ、そうですね、拡散力っていうか、まずはその、こんなこと言っていいんだとか思って、うん、自分が思ってたこのモヤモヤってこういう社会問題とつながってたんだっていうのをこうエッセイを読んで、みんなこうハッとなって、こう投稿者がどんどん増えていく。でそれを一緒に社会を変えてくれるパートナー、例えば企業とか自治体とかと今一緒に組んで活動してるんですけど、そういう人たちに届けていく、そういうことで広げていくっていう活動を今しているところで、本当に最近そういう問題、女性たちの問題に興味ある企業や自治体が多くて、すごいたくさんお問い合わせいただいて一緒にやってるっていう。まずですからあれですよね、強いコンテンツがないと始まらないってことですよね。そうです、うん、だからそれを生み出したいんですよね。そうです、本音を書いてほしいと。そうです、うん、この人たちが書いてくれると、うん、それがオープンなところだと書きづらいってことです。そうです、うん、そうなんです。うん、すごく書きやすくなるため、書きやすその場を作ってるんですね。そうですね、はい、そして編集長がいる、編集が入ってるっていうところがポイントだと、はい、つまりノートは自由に勝手に書いてるだけでバラバラなんだけども、ノートがダメとは言ってないと。もちろんもちろんそんな中でこういうコンセプトでここで書いてくださいっていう、そこに編集者がいて、そしてなんならコメントもつけると。そうですいうことで自由に書いてくる。そうです、編集者がついてるっていうのがすごくポイントで、うん、しかもちゃんと選んですごいクオリティの高い編集さんの時見ていただいてるんですけど、なので一定のクオリティチェックとか、あとちゃんと裏取ったんかみたいな、引用文ちゃんと示してねとか、そういうこともやっている。あと人を傷つける表現になっていないかとかもチェックしている。なんかそれがすごく安心できる。そうですね、こんなこと書いて誰か嫌な思いしないかなって思って書いてくれる人が多い中で、ちゃんと編集者が受け止めてコメント書いてくれてありがとうっていうのを受け止める第一読者がいてっていうところが、なんか他のメディアとは違うのかな、うん、だから本音が集まってる場所だというふうに分かっていけば、もちろんもっと拡散していくだろうと。さあ、その上でですね、実際に書かれている投稿をですね、今から聞いていただきますので、見ていただければと思います。つまり10年後の女の子のために、変えたいこと、引き継ぎたいこと、このテーマで、投稿されたものの中から伊藤さんからおすすめの投稿を一部抜粋でご紹介いたしますので、皆さんお聞きください。こちらです。はい、最初に疑問を抱いたのは中学校の時の校則だ。禁止されていた制汗シートなどの利用でクラスメートの女の子が生徒指導されていた。身だしなみをきちんとしましょう、清潔感を保ちなさいと言っていたのに、エチケットのために利用するアイテムに化粧品と判定する大人たちの理屈が理解できず嫌悪感を抱いた。同じ考えを持った人は多かったらしく、翌年の生徒総会で議題に上り、投票も行われた。しかし、校則の改定には至らず、結局私が卒業するまで規則が撤廃されることはなかった。
男子の賛同が得られなかったのが理由の一つだ。この出来事から5年も経たないうちに母校の校則もだいぶ緩やかになったと教職に就いた知人から聞いた。当事者だけが重要なんじゃない、自分と同じ理不尽な思いや体験を後輩たちに残さないためには行動を起こして主張するのが大切なのだと身をもって学んだ。大人になった今、変えていきたい世間の常識は少なくない。女だから優遇されているなんて考え方がなくなってほしい。私が少しでも道を切り開いていけるように声を上げ続けていきたい。はい、という内容ですけど、白坂さんどう聞きましたか？なんかそのさっきのちゃんなんていうかな、そういったこう場としてその拡散というよりもその まず問題意識をこう、うん、発議する場としてあるっていうので、うん、確かになんかこういった SNS って結構現在の問題を言うけれども昔を振り返ってのこととかあまりないですよね。でかつこんな文字数で表せるっていう風になったらやっぱいろんな年代の人との関わりもできるだろうし、そういう風にこう時代を横断してこう共有、うん、問題を共有できるっていうのはすごくいいなと思ったんですけど、まあ、さっきのその大和バンクスさん言われてたようにそのちょっと そこの話なんですけど、男性が悩みを表出しづらいっていう課題もあると思っていて、その男性の自殺率って女性の2倍から3倍なんですよ。なのでそのいわゆる弱者男性とかそういうのが集まる場が SNS 的なプラットフォームになってしまう。例えばネットの掲示板であったりとか、まあ、ツイッターであったりとか、そこでは結構犯罪の温床になったりしてなんかミソジニーが加速してってっていう現状がある中で、やっぱりそのこの文章を読んでも長い文章で男性が悩みを表出できるような 場っていうのっていうのって必要なんじゃないかって、むしろ女性はその文脈として今悩みが表出できるようなこう、まあ、用語としてたくさんできてきたりとかあるので、まあ、だからこうむしろこう男性向けにこういったエッセイメディアがあるっていうのは一つなんか案としていいんじゃないかなって今この文章を読んでも改めて思います。はい、ありがとうございます。もう一段ですね、まあ、結構このメディアのいいところをたくさんお伝えしたと思ってるんですけど、その上で聞かなきゃいけないこともあるなと思いますというところですね。まず一つは最初のそのコンセプトの部分ですね。私は変わらないと、社会を変えると、うん、社会を変えていこうという気持ちはよくわかりますと。一方で私は変わらないと、変わらないんですかと、うん、変わる気ないんですかっていうふうにも思うっていうか歩み寄る気ないんですかっていうふうに思えなくもないみたいなことをどう捉えるかっていうのは一つあると思うんですけど、ここいかがでしょうか？それ言うとね、うん、絶対変わんないもんっていうわけじゃなくて、変わりたいと思ったんだったら変わればいい、うん、ただそれは外から言われることじゃないよね。だから あなたが変われって言いたいわけではない。もちろん自発的に変わりたいんだったら全然もちろん応援したいなっていうふうに思います。最初に私は変わらないって言われちゃうとなっていう感じはごめんなさいね、私この番組やってるからなんですけど、その相手を変えたいとは思わないんだけども、うん、そのもともと聞く気がないのかなとかなると結構大変なんですよ。男性が広げられたらそういう意味で言ってるんでご理解いただきたいなと思うんですけど、俺たちは変わらないって言い出したらどうするんですか？絶対俺たちは変わらない。どちらかというとそういう意味でなんか お前らがいつもなんか間違ってんだとか変われとかって言われることが多分多い女の子たちが来てるから、いやいや違う、もしかしたらあなたじゃなくて社会が悪いのかもしれないよってことを、やっぱり今回年齢数とか性別も含めて女性で18から29、逆に周りに合わせられるようなこと経験が多いような層だったりするから、逆にこの言葉が刺さるんじゃないですかね。私どもが言ったちょっとね開き直ったりこの辺り扱ったらダメ、ちょっとやばいかな。ある意味変われっていう圧力とかすごくそういうものに抑圧的な部分がある中で、そうですね、なんかもうだから脱毛しろとか整形しろとかなんとか言われるけど、うるせえ変わんねえよとか、そういうこと言うお前らがおかしいんじゃないですかみたいなパッションで行こうと、そうあるべき姿みたいなものに当てはめられているものに対する抵抗と、そうです、そうです、そうです。でもなんかすげえ僕の
人生のコンセプトとすげえ真逆なんですよ、うん、僕はちっちゃい時から社会がおかしい、俺は悪くなかったって思いながら生きてきたんですよ、うん、社会が全部間違えてるから、うん、俺のやってることはずっと合ってるって思いながら生きてて、でなんか苦しくなってきて、うん、ある時に俺はちょっと変わる、社会ちょっと変われと思ったんですよ。そしたら割とうまくいくようになったんですよ。生きやすくなったんですよ。すごいなんか逆だって一瞬思っちゃったんですよね。俺も変わる、社会もちょっと変わってくれたらな、をやりだしてからがすげえ楽しくなったんで、なんか社会変える、私は変わらないだとなんか自分がどんどん辛くなりそうで、なんか引き連れる人数少なくしちゃってないかなと思うんですよ。あ、まあそういうこともあると思うね。だから狭いがゆえに、うんうん、やっぱり その内側と外の人みたいになるっていう、こちらとあちら側みたいなところっていうのを、嫌われてるかなってちょっと思っちゃうっていうのはあるかもしれないですね、内側は、うん、そういうところはちょっとあるかもしれない。だからこそ、まあ、強いのかもしれないしね、うん、思いが、うん、あの、どう思いますか？そうか、集まりやすいか、そういう意味もあるかもしれない。そうですね、そうですね、だからやっぱり辛い思いをしている子たちが多いので、うん、だからこそ一回それでまず、もう本当に自己否定の子がすごい多い、自己肯定感も低い子が多い中で、いや、とりあえずあなたはそのままでいい、合ってるって言って、うんうん、ね、他じゃあどうしたらもっとあなたが生きやすくなるかなって考えた時に、はい、や、社会を変えていこうっていう選択肢もある、うん、あると思うので、ね、で一緒にやらんか、まずその器を作らないとね、器を作ってその中でこそ発信がようやくできるっていうかね、うん、本音が言えるっていう場を作ったっていうのはすごくあるんだろうなっていうことですね。あと、その自分の名前で拡散されてすごい誹謗中傷も来るじゃないですか、うん、まあ、戦いの場ですよね。戦いの場になってしまうことを恐れて飲み込んじゃう子たちがすごく多いんですよ、うん、そういうことですね、ってなった時にうちは編集部がついてるから、何かあった時に、いや、ね、編集者がやったんすわ、うん、まあ、変な話、最後責任取るつもりでいるんですよ。そういうことですね、もちろん、だから一人の匿名の女の子の意見が燃えたっていうよりは、それを出したメディアが悪いよねっていう、うん、そうね、あれさんどうですか。あ、そうですね、でもこういう取り組みってすごい大事で、うん、居場所作りになるんで、はい、本当に行き場のない人とか、うん、行き場のない言葉を持っている人にとっては絶対救われる場所なんで、うん、こういう場所がたくさん増えていくっていうのはすごい重要だと思いますけど、うん、やっぱり分断が今すごいじゃないですか。そうですよね、男女の分断ももちろんですけど、はい、年齢のね、うん、高齢者と若者がどうだとかいう、その分断を煽れば煽るほど盛り上がるトークが、うん、だからちょっと良くない風潮がすごいあるんですけど、やっぱこの分断ってやっぱり男女の分断でいうと、何て言うんですかね、フェミニストのふりして男性を傷つけたいだけの女性っていうのがいて、あとはなんだ、男性の加害男性と一緒にされてるがゆえに切れてる、加害男性ではない男性が揉めてることとか結構あるじゃないですか、うん、同じような意見の人同士が揉めてたりするんで、やっぱそれって対話の少なさだったり、うん、文字の読めなさだったりがしてるわけで、うん、だからやっぱこうエッセイとかを通じて文字を読む、相手を理解するっていうことを深めていけば、その短い文だけじゃなくて、こういう長い文、どん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 みんなが読めるようになれば分断も減ってくんじゃないかなって、こう理解していけば。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。